和田秀樹チャンネル和田秀樹です市、えー、川猿之助さんついに逮捕されてしまいましたね、えー、自殺ほ助ということです実はあのまあこれからどうなるかわからないですけどもお母様に対する自殺ほ助ということで、えー、逮捕されたわけですけどもまだお父様についてはどうなんだっていうことについて、えー、まだまだ えー、不明でなんでお父様については、えー、自殺ほ助でその時に逮捕されなかったのかっていうことに関しては結構疑問が上がっています。でまあお父様に関していろいろな情報を取る限りだとがんの末期であることだとか要介護状態だとか話も通じないレベルの認知症になってるんじゃないかとかいろんなことが言われているわけですよ。 そうした時にもし認知症の人でですね例えば一緒に自殺しようとかって言った時に何を言ってるんだって話で意味が分からなかったとか死んでくれとかそのためにこの薬を飲んでくれとかっていう話になった時にそれを飲んでくれようとしないというようなことが仮にあった自分から飲んでくれなかった場合に、まあ、説得しないで騙してじゃあこれちょっと喉乾いただろうとかって言って飲ましたとしたら これは残念ながら殺人罪になってしまうわけなので、本当に認知症のお父さんが自分で飲んだのということを警察は多分取り調べはしてると思いますよ。そうしたときに、まあそれは矛盾点が多いんじゃないのって話になれば、逮捕の容疑が変わってくるってことが一つあります。それともう一つ、今回親子心中であったということで、えー、もし お父様の件でも自殺ほ助ってことになれば2人自殺ほ助をしていても執行猶予はつく可能性は結構高いとされているわけですけどもあの昔からね心中というのは例えば無理心中って言って親が自殺する時に残された子供がちっちゃかった時にまあ一緒になってこの子たちを育ててくれる人がいないからって言って殺しちゃう。 ということをすればもちろん殺人になるわけなんですけど愛し合う2人が心中したとかっていうことも含めて一応心中っていうのはある種の殺人なんだという見方をする考え方もあるんですね実は江戸時代に近松門左衛門という有名な、まあ、あの作家が劇作家が心中文をたくさん書いたわけでですねそれで、まあ、愛し合う2人がですね。 えー、なんだろう親に反対されたとかっていうのは、まあ、昔はずっと今より多かったでしょうから真似をする人が大量に出ちゃってそれで江戸幕府は近松門の上映を禁止したしそれから心中をした人たちは獄門とかね、まあ、死に損なった場合ですけどもかなり厳しい刑罰で臨んでるんですね。だだから真似されててはは困るとととととといいいいいうううこここも含めて、えー、というのはいけないことなんだということを、まあ 見せしめというわけじゃないんだけどもかなり罪を重くしてきた歴史があるわけで今回心中とかっていう話でしかもですよ今回の場合はいわゆる猿之助さんがやったことっていうのは自分が悪いことをしておいてもしくはあの報道が事実であったとすればですよ悪いことをしておいてそれを書かれたからって自殺をすることになったみたいな形で世間が同情するとしたらですね これは大変まずいパターンだと私は思っています。さて、えー、ワイドショーとかを見てて問題になっていることの一つに、週刊誌に悪口を書かれたぐらいで、いきなり心中ってどうなのという疑問です。いきなり自殺。ね、週刊誌で袋叩きに合ってる人はもう他にも死ぬほどいるわけですけども、それに関して、いきなりもうじゃあそれなら、 死んでお詫びをしようとかですね。ある,あるいは親子ともともみんなあの世に行こうとかっていう話がちょっと論理の飛躍があるんじゃないかということがありますが。私は実は判断力がおかしくなってた事情は別にあると思っていまして、えー、もともと猿、えー、之助さん親の介護で鬱になってたんじゃないかと。うつ病ね。介護うつ病というやつですね。まぁ、あ、実際、 自分が尊敬していた父親がわけのわからないことを言ったりですね、ペンを垂れ流したり、いろんな姿を見てて、やっぱりすごく情けなく感じる。あるいは、もう腹が立って手を上げてしまったこともあるかもしれないし、逆にその姿を見るのが嫌でしょうがなかったのかもしれないし、あるいは肉体的に、まあお手伝いさんはいたみたいですけど、介護に疲れ切っちゃったのかもしれないし、 夜中大声出すから眠れなかったのかもしれないけどそういう事情でうつ病という病気になってしまうわけですねでこのうつ病の怖いところっていうのはうつ病の人っていうのは背中をちちょっとと押されると自殺しちゃうとだから今回も自殺報道をするにあたってまあそれで心の問題抱えている人は命の電話にかけてくださいとかでいろいろ出てるわけですけど 本当は WHO は自殺を報道するなとはっきり言ってるわけですよ。なぜかというと、一般の人は有名人が自殺した報道を見ても全然、あの人自殺しちゃったんだ、気の毒になって済むんですが、うつ病の人は元々死にたいと思ってる。もう俺はもう生きてる価値がない、死にたいと思ってるわけですから、そういう自殺報道を見ると、あ、俺も死のう。 とといいうことにななりかねねんです、ね、つまり自殺報道がなぜいけないかっていうとやっぱり世の中に100人に3人ぐらい、えー、うつ病の人がいてそのうちの3人に1人とか5人に1人ぐらいは今死にたいともう生きててもしょうがないと思ってるそういう人が自殺報道を見ると自殺を決行しちゃうってことがあるから自殺報道はいけないってことになってるわけです。で今回は別に 猿之助さんの場合うつでもう俺は生きててもしょうがないとかすごいもう生きてるのが嫌になっちゃったと思っているところに自分の悪口を書かれている批判が書かれているということを知ってじゃあそなんだったら死んじゃおうっていうふうになった可能性は結構強いと思うんですね。その週刊誌報道が悪いといいととうこと以上ににやっっぱり鬱になっているんであれば まあ、もちろん、うつでひょっとしたら薬をね、もらったのも精神科のクリニックで私はうつです、眠れませんって言って薬をもらってたのかもしれないんだけども、現実問題としてはやっぱり世の中、まあ、うつで苦しんでるとしたときに、まあ、ちゃんとカウンセリング、その他もろもろを受けながらですね、やっぱりこういうことにならないように、日本でももっともっとメンタルケアというものをしっかりした方がいいと思います。しかしかながら あのうつに関して特にうつのうつ病の自殺に関してはですね40歳までという説もあるし25歳までという説もあるんですけど薬だけの治療だとかえって自殺を増やしちゃうという話もあるんですねやっぱりしっかりと話を聞いてもらい物の見方考え方を変えてもらわないといけないんですけども日本の場合はまあ、何回かこのチャンネルでも話題にしましたけど全国82大学に精神科の教授がいる中で 一人としてカウンセリングが専門分野。なんか一人、独協かなんかの教授が、えー、自分は認知行動療法の専門家だって名乗ってますけど、もともとの学位論文とか、それまでの経歴はし精神薬理と書いてあります。はっきり書いてありますから、薬の研究で、まあ、いっぱい論文を稼いで偉くなって、そこから後から趣味的に、えー、趣味的かどうか分からないです。一生懸命やってるかもしれないけど、後から認知行動療法をやった。 精神科の教授に選ばれた理由は認知行動療法をやってるからということではないと思いますよね。まあ、いずれにしてもカウンセリングができる医者がとても少ない国ということを考えたときに、こういう悲劇がまたまた起こらないといいなというふうに心から思います。和田秀樹チャンネル、和田秀樹でした。